美味しいんですよ。全国から来ます買いに。見た目ね綺麗じゃないですけどね、めっちゃくちゃ美味しいです食べたら。これね辛くないの。辛いのどうする。つけてください、はい、見た目ねどうしても綺麗じゃないの。これね鉄分です。全然大丈夫です。鉄分です。この色は油は一切ないの。かけますか辛いの。ほんまに美味しいんですよ。ほんまに有名なんですよ。すごいですよこれ。灰だからろ過するとこだからね、うん、臭くてボイルしても煮ても焼いても臭いわけ、うん、だからみんなこれ触らないの、うん、だけどうちはこれに特化してるの。関東はふわって言いますね、うん、新潟いろいろありますけど大阪はふくとか言うし、うんうん、神戸はなんて言ったかな。神戸はね何て言ったかな。いい食感ですね。あれ見たらレバーみたいですけどね、うん、食感が違うでしょ。そう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 全然違う。もちもちしてね、うん、噛めば噛むほどジューシーだしね。山田産地かただの爆弾ホルモンで検索してみてください。すごいから。これはね、あのね、なんでかったらね、これはね、超これはね、うん、これだけだと汚いから色がただ上に置いて、だからみんな入ってないの。なんでかってこれが汚いから置いてるだけだって。入ってないのはね、うん、私は親切だと思ってるわけ。なんでかったらこの部位を食べてほしいから。これはね、どこにでもあるの。ほんでまあ、ちょうだいっていう人は入れますけど、うんうん、まあ結局意味は汚いから置いてるだけだって、うん